私は昨年ですね、2009年12月議会で、指定管理者や、外部委託を厚木市や厚木市立中央図書館にも導入することの、検討していることに市役所として検討していることについて触れましたが、中央図書館でもですね、利用者がどのように感じているのか継続的にアンケートを取ったらどうかと思っております。実際中央図書館でもアンケートは取っているんですね。ただ私が先ほどから申し上げているような継続的な形で、アンケートを取っているというわけではないんです。ですからあくまでも私が申し上げているのはサービスプロフィットチェーンという概念に基づいてアンケートを取ってみたらいかがでしょうかという提案なんですが、ワンストップをサービスを始める市役所1階と2階というのは大変タイミングとしてもいいし、市民の人がどのようにその変化を感じているかっていうの感じたかというのをですね、アンケート調査するのは最も適した部署だと思いますけど、それと同時に図書館にもサービスプロフィットチェーンに基づくアンケートを導入して指定管理者や、外部委託を考える上での判断材料の一つにしたらどうかと思いますが、さらにもっと言えばですね、他の部署にもこういったアンケートは可能な限り増やすのが好ましいことではありますけど、図書館にも、継続的なアンケートを調査を実施するということについてはいかが思いますでしょうか。社会教育担当部長。図書館利用、図書館の、満足度調査等についてのアンケートにつきましては、さまざまな形で、過去におきましても、アンケート調査実施をさせていただいております。先ほど来、お話にされております、サービスプロフィットチェーンにつきまして、多少概念の違いがあろうかと思いますけれども、アンケート調査、図書館で行われているアンケート調査につきましては、市民の声、市民ニーズを把握するためには、非常に重要な要素、方法と考えております。従いまして今後におきましても、適宜必要に応じまして、実施時期や方法など、市民、利用者の皆様のご負担にならない範囲で、アンケートを実施してまいりたいと、このように考えております。以上でございます。高田議員。次に、労務管理について質問を移ります。私は厚木市議会に、議席を持って以来何度か職員の労務管理について質問をしております。昨年6月議会で50人以上の労働者がいる厚木市立保育所や小中学校における衛生委員会設置が労働安全衛生法で義務付けられていることを質問いたしました。また労働安全衛生法に即した厚木市職員安全管理規則の見直しや非正規の保育士についてその雇用条件や、労働環境についても質問いたしました。昨年6月議会以降厚木市として見直しをしたことがありましたらまとめてお話しください。総務部長。安全衛生委員会についてのご質問を6月定例会にいただいております。それ以降ですね、3人の職員がですね、衛生管理者の資格をでさらに9人の職員がですね、安全衛生推進者としての資格をそれぞれ、取得いたしました。資格取得につきましては当然試験がございましてですね、全員が合格して、資格者となったということでございます。高田議員。合格、3人も合格して大変素晴らしいことだと思います。その他非正規の、最近官製ワーキングプアという言葉もありますけど、非正規の保育士について、何か待遇改善が図られたことはありますでしょうか。総務部長。
非正規といいますか臨時職員とか非常勤一般職への処遇の改善ということにつきましてはですね、まず賃金についてを全般的に見直させていただいたということとですね、賃金以外の処遇といたしましては昨日もご答弁いたしましたけれども、例えば休暇を新たに認めるということ、さらには健康診断、これらにつきましてもですね、臨時職員の方にも全部受けていただくというような形でですね、給与以外の部分でも以外の部分におきましても、処遇の改善を図っていきたい、このように考えてございます。高田議員。常勤臨時保育士の給与は平成22年度以降今までと変わりはありませんでしょうか。子ども未来部長。公立保育所の、常勤臨時職員ということで、月額の部分につきましては平成21年度につきましては資格のある方は156,330円、資格のない方につきましては148,220円、これにつきまして平成22年度の新年度予算の中で月額資格のある方につきましてはクラス担任となった場合には164,330円というような形でアップをした形で計上はさせていただいています。高田議員。つまり、月額8000円アップということですか。もう一度確認いたします。子ども未来部長。156,330円から164,330円でございますので、8000円というような形。高田議員。この予算編成が厳しい中ですね、本当によく改善していただいたと思います。これは、一応念のために確認しますけど、厚木市独自の施策でしょうか。総務部長。臨職員の賃金につきましては基本的には近隣自治体の状況とかですね、民間のパートの賃金とかですね、それらを総合的に判断をさせていただきまして、設定しているものでございます。これも昨日申し上げましたけれども、正規職員を削減していくというような中でですね、臨時職員に担うところもこれから大きくなると思いますので、可能な限りの処遇の改善は今後ともしてまいりたいと、このように考えてございます。高田議員。あと昨年6月以降ですね、昨年6月に私は関係労働者からの意見聴取ということについて実施してほしいという旨のことを申し上げました。懇談会形式でもいいから始めてほしいということを申し上げましたけど、これは実施はしましたでしょうか。子ども未来部長。昨年6月高田議員さんからのご提案を受けまして、21年の9月から10月にかけまして、公立の全部の保育所で、保育所の正規職員、臨時職員、また、保育課の職員というような形で、フリートーク形式によりまして懇談会を開催をいたしました。その中で主な意見といたしましては業務内容の確認であるとか保護者への対応方法であるとか、たまたま新型インフルエンザの流行の時期でもございましたので、その辺の対応のお話とかというようなことが話し合われたというように聞いています。高田議員。